とにかく今のお主はホースを求めておるわけじゃな。ホース、はい、なんか勢いで答えたけど、ホースって何？私もめっちゃ思ったんやけど、何？馬のこと？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、せっかく過去の世界に来とるけん、とりあえず次の試練はじゃあ真ってことでいくか。覇者の限界突破、ホースの覚醒。覇者の力を引き出すための試練を受けることになった妖怪探偵団、真に新たな力を与える試練の導き手は過去の桜本町にいるようだが、ってことで、さあやっていくか。じゃああれよね、一応真をメインにしなければ。はい、これでいこう。さあ、行くぜ行くぜ。試練の導き手に会いに行こう。あ、そっか、チャリがないのか。チャリがないのか。ね、早く連れてって。ちょっとなんかゆっくりゆっくりこっちの様子を見ながら。気使ってくれとったけど今。どこですか？試練の導き手とは、おーっと。何あれ？え？なんかおるよね。確実になんかおるよね。めっちゃ怖いんやけど。これ試練の導き手。マスターニャだやん。あ、なんか後ろに、武士にゃん。ん？違うかな。お主が来るのを待っておった。俺を？お主、力を欲しておるな。なんでわかるの？なんでって。わかるもんはわかるんじゃからしょうがないじゃろ。そういうものなの。とにかく今のお主はホースを求めておるわけじゃな。ホース、はい、なんか勢いで答えたけど、ホースって何？私もめっちゃ思ったんやけど、何？馬のこと？ならば問う、ホースとは何じゃ。え、細長くて水が出てくるやつ。違うやろ。なんかの食べ物。違うと思う。超常的なパワーのやつ。どんな妖怪を一撃で倒す武器。え、そんなのある？ホースって何？え、多分さ、左と上は違うと思うよ。でも一撃でって言われたら違う気がする。超常的なパワー？わからん。ねえ、もしかして超常的なパワーのやつ？これは驚きじゃ。その言葉の全てが間違っておる。そんなこと言われても。ホースとは何か。それを知るための方法は一つじゃ。これからお主はわしの弟子たちと全力で戦い、そして勝利してみせるのじゃ。全力で戦う。もしかして今の中に正解なかったんかな。己の限界を超えた時、内なるホースが目を覚ますはずじゃ。何さら内なる桜的な。無論弟子たちも本気で相手をする。もし戦う覚悟があるなら声をかけるがよい。え、じゃあ戦えます。さて、わしの弟子たちと戦う覚悟はできたかな。はいはい、お願いします。では試練スタートじゃ。全員とここにいる。はい、来たよ来たよ。行くぜ。武士にゃん弟子やったんやね。みんな元気。せい。とりあえず戦闘ま、おっとスピードが速くてついていけね。待って、あ、そっか、入れ替えれないのか。あー、やめてー。ちょ、私も技を出したいんで、あんまり。一気に。かわいい。雪女がものすごくかわいい。ちょ、やめてください。ちょ、この地雷のとこまで来て。ほらほら、こっちこっち、こっちへおいで。はぁ、地雷の意味がないやないか。来いよ。来いよ。設置した意味で、ホースは？なんかすげえみんなボロボロだけど。今じゃ、今こそホースを目覚めさせるのじゃ。何を言ってるかわかんないけど、今なら限界を超えられそうな気がする。え、感覚？俺はもっと強くならなきゃいけないんだ。ホース、ホースを使うの？何これ、軍人スサノオ。な、何か出た。これは何？え？なんちゃこりゃー。え、わからないの？
我が名は軍人スサノオ。お主の新たなる力だ。コースなんこれ。軍神スサノオ合力。俺の新しい力。これ。古本。さて、まだ試練は終わっておらんぞ。新たなる力を得たのはいいが、お主はまだ半人前。その力を真に我が物にしたければ、本気の私たちを相手に打ち勝ってみせるのじゃ。大丈夫、周り、君の弟子たちちょっと死んでるけど。面白い。シン殿、今こそ私の力を使い、試練を乗り越えようぞ。ああ。俺に力を貸してくれ、スサノオ。あ、なるほど。マスターニャーダも加わるのね、そこに。自分だけ自分だけ元気な状態で。さあ、シン殿、今こそ我が力を使うのだ。あ、これで軍神召喚。頼む、スサノオ、力を貸してくれ。スサノオ剣山、我が剣を受けてみよう。これがスサノオの力。陽気水槽いてててててて、水槽いてててててて、てやめてよ。え、またしても全然地雷が意味をなしていない。よし、俺たちの勝ちだ。さすが我が主だ。私の目に狂いはなかったようだな。ああ。スサノオ、これからも俺に力を貸してくれるか？ああ。もちろんだ。私は貴殿の剣となり、どんな時も共に戦うとここに誓おう。ありがとう。これから一緒に戦おう、スサノオ。マスターニャードはどこへ？シンは新たな必殺技、軍神召喚を使えるようになった。バトルの必殺技にセットします、します。え？スーさん？マジで？ふ、疲れたでござる。どういうこと？スサノオはスーさんだったの？スサノオのスーさんなのか。拙者。シンドロの守護霊ゆえ、強い思いに共鳴してあの姿に慣れたでござる。シンドロが強く望めば、いつでもあの姿に着くに参るでござるよ。スーさんかっこいい。なんかよくわからないけど、これからよろしくね、スーさん。古本、アッコース。よくぞ力を覚醒させ、我が物としたの。やはり、わしの見込んだ通りじゃ。え、最初何か分かってなかったよね。うん。お主ならば、必ずは闇を打ち滅ぼせると信じておる。わしらの役目は終わったようじゃな。ね、そのホースは。うん。ありがとう、俺頑張るよ。ホースとともに。そのホースなの？今、ホース持ってなかった？やはり、ホースとはあのホースのことでござるか。そういうことなの。もやもやする。結局ホースって何なの？限界突破、ホースの覚醒、バッチリ解決。ホースが全く私にはよくわからなかった。でもとりあえずあれやろ、要はスターウォーズに関係するフォースのことよね。なんかそんなんあったよね。スターウォーズ見たことないけん知らんけど。さあ、あの子たちももうみんなマスターニャーダ連れて行ったのかしら。さあ、この周辺にはもう何もなさげですね。はい、というか、さっきこの辺なんかよね、入ってくるときに何かあるなと思ったんよ。ってことで、これでまあ、シーンは終わった。あ、ってことはあともうケイタとふみちゃんやね。ってことは、あとはもう現代に戻ってこの二人の依頼を行えばいいということですね。ということで、この二人のやつと、あ、その前に現代に戻るんやったら、不思議探偵社の新メンバー、これをちょっとやっとこうか。ほい。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。
まったねー。ってことは最初の選択肢の時に普通に細長い水の出るホースっていう風に答えとったら、あれを持ち出すつもりやったってことかな。え？ギャグ的な回答が良かったの？